はい、ですね、前回の動画で言いましたけども、今回はですね、カントリー娘動画、カントリーガールズかっこ娘動画ということのパート、まあハロプロキッズ動画のパート2なんですけども、やっていきます。前回の動画ではですね、柳原ひろみ、メンバー紹介でですね、もう時間が来たのでもう一回言います。はい、もう一回言いますね。まあ、年齢順と言いますか、小林あずさがリーダーで、戸田凛音と柳原ひろみというのがいましたね。はい、それが初代カントリー娘のメンバーです。カントリー娘はですね、当時、結成当時と言っていいんですかね、結成当時はですね、半農半芸と言いまして、半分芸能活動、半分牧場をやるよということでですね、牧場というか、田中義武さんがですね、プロデュースと言いますか、プレゼンツという形を取ってた、曲はつんくが書いてたのかな、うん、だったと思いますが、うん、ですね、はい。あとはですね、カントリー娘は、まあ、実はですね、まあ、前回の動画でもちらっとは言ったかと思いますが、柳原がね、事故で亡くなっちゃって、小林が、もう、やりたくないですと。もうやれませんということで、まあ、カントリーガールズ解散か、もデビュー前に解散かとかいう話まで来てたんですけども、まあ PV もねできてました。あれね、先ほども言ったかもしれませんけども、はい、PV もできててですね、二人の北海道というね曲でデビューする予定でしたのでね、聞きたかった、まあ PV 以外でもね聞きたかったなというのはありますね。3人でやってほしかったなっていうのは個人的にもありましたけれども、でその後カントリー娘という名前はあったんですけども、基本的にはリンネ、トラリンネ処理でやることになるんですけれども、はい。ですね、北海道シャララというのとですね、雪景色はですね、まあ、カントリー娘名義ではあるんですけども、トラリンネ処理。ということで、でしたね。です。その後、半の半芸ではなくなってですね、まあ、早いですね、話が。半の半芸。その前にですね、あさみが入ってくるんですね。あさみが、木村あさみが、入ってきます。まあ、アイドルを探せという、当時の
ハローの番組があってですね、そこで、インドサリーだったかなのレースかなんかで、なんか勝ったかなんかで、よく覚えてませんけども、はい、すいません、覚えてませんが、はい、メンバー入りということになったのは覚えてますが、うん、ですね、で、2人で活動するよということになりましたよね、なりましたね。で、その後がですね、結構僕が好きな曲だったと思う。タイトル忘れたんですけれど、好きな曲でしたね。ね、その映画にもね、出るよというようなね、ことにもなりましたしね。映画もできまして、曲も、その曲っていうのが、その映画の主題歌だったと思いますけれども、うん、です。あのですね、そうですね、はい。です。で、木村が入ってからはですね、まあ、木村も戸田もですね、まあ、あの当時ね、下の名前で、あさみとりんねとあさみというね、感じで言ってましたけども、りんねとあさみがですね、あの、二人で活動するようになってですね、まあ、りんねの、何ですか、重圧、プレッシャーみたいなものがなくなってきましたね。確かにね、本当にね、一人だった時期はね、辛かったと思いますよ、リンネも。うん、でですね、だいぶ相手かもしれませんけども、まあ、モーニング娘。から処理連れて来るよということで、誰が来るのかな、覚えてないと思いますけども、昔のファンの方だったらね、昔からのファンの方だったらもしかしたら覚えてるかもしれないですけど、はい、4期のですね、石川理香だったんですね。石川理香、カントリー娘に石川理香かっこモーニング娘。という、ちょっと長いね、ユニット名で、活動を始めます。ね。でですね、2曲かな、何曲か出した後に、ですよ、何曲か出した後にですね、今野と藤本っていうね、今野が5期、今野が5期、その前にですね、まあ、佐藤田が入るんですけども、佐藤田が入った後に、今度の地元、かっこモーニング娘、カントリー娘にという、正式に言いますと、カントリー娘に、今度の地元、かっこモーニング娘という、これもね、長めの、タイトルというかユニット名といいますかね、なんですけども、そうなりまして、まあそれがですね、ちょこっと前なんですけど、
光が抜けてからですからね、その今度と藤本入ってくるのは、まあ今度と藤本が入ってくる前の話をもうちょっとしますとね、その里田が入ってきましたよね。で、今度と藤本が入ってくるよということになったときに、僕も、ああ、この二人はこう、北海道なんで、なんとなくわかる気がしてたんですけども、はい。まあ、石川はちなみにですね、北海道ではありませんでした。北海道だからって言って誰が入るんだろうなと思ったら、今度と藤本があったということで、ですね、北海道だからっていうくくりはなかったと思います。当時ね、あの石川理香が入った時点です、もう石川はもう先ほども言ったと思いますが、もう北海道ではなかったので、光かの話ということでですね、まあ光かはモーニング娘。のに入った4期なんですけども、4期ですね、ですね、まあ、あの僕がねよく言う中継ぎ、先発中継ぎ抑えの中継ぎの感じの頃なんですけども、中継ぎの子です。まあ中継ぎだからといってもう絶対的に必要な中継ぎだったと思います。この石川理香はですね、ちょっとあれ石川理香は絶対的な中継ぎです。だからカントリー娘に行きなさいとレンタル移籍という形を取ってたと思います。はい。でもうその後モーニング娘。に戻されてというか、もうレンタル期間が終了して、で今度は里田が入ったり、今度と藤本がモーニングカントリー娘に、レンタルで移籍をしたりですねしてましたね。はい。ここら辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。2番手の瀬星でした。ここからはねお願いということで、チャンネル登録とグッドボタンと、コメント欄をお願いということで、です。ぜひぜひ、チャンネルしていただきたく思います。ご視聴ありがとうございました。2番手の瀬星でした。じゃあねー、次のパートで会いましょう。バイバイ。